はい、こんにちは。今日もずっと考えてるんだけど、やらないことをやろうとしてる。インターネットでなんか自転車ツーリングとかのブログを読んだりしてるで、いつかやりたいなと思って、と思いながらやらない。だから今日はちょっとやってみよう。友達がちょっと集まりをするパーティーするから、飲み会。先も飛ぶで。で、自分は宜野湾に住んでるから、Google にチェックしたら70キロがあります。だから今出発してる。結構緊張してるよ。多分50キロぐらいを1日はやったことあるんだけど、70はない。で、70、今日は70して、明日も帰りに70しないといけないのはいいのかと思って、ちょっとだけ緊張してるで、夜中にもちょっと起きて、やばいだろうと思ってたけど、そのためには早めに出発してる。今10時半ぐらい、10時15分から出発して、何時先も飛ぶに着くかな。だから今はもう7キロ走ってるから、10分の1はやりました。じゃあまた後でアップデートします。はい、こんにちは。まだ超えてますよ。もう2時間ぐらい走って超えてて、今は37キロだからもう半分超えてる。今は恩納村のみゆきリゾートの辺にいます。今ちょっと遡ってるからちょっとトゥルバってるんだけど、最初の30分ぐらいはめっちゃ緊張してたよ。本当にこれできるかと思いながら、だけど30分ぐらい走ってから落ち着いて、体あったかくなってから、ちょっと楽しくなってる。今2時間ぐらいだから、半分だから、あと2時間ぐらいこげば着くかな。で、一応楽しんでる。昨日の夜中に、昨日の夜、距離とか考えてから、ちょっとやめた方がいいかなと思ってたんだけど、まあ続けて頑張ってよかったと思ってる。だから最後まで頑張ろう。はい、こんにちは。まだやってるよ。まだ超えてる。あと、もうちょっとね、50キロを超える。自分50キロ以外以上自転車を1日でやったことない気がする。だからちょっと個人的な記録になる。あとは今、名護の湾が、名護に入る道がめっちゃ渋滞になってるから、自転車でよかったなとは今思ってるんだけど、もちろん車で来る人たちが、名護まで来るのは3時間かかってるわけはないかもしれないね。はい、じゃあまた。サーファー、一瞬にはもう波があるって分かったから、一瞬もう板も自転車につけて、ウェットも持ってきて、サーフ、こっちでサーフィンしようかなと思ったけど、まあ何時期だって考えてやめよった。で、それが当たってるはず。でも多分今度ね、できると思う。先も飛ぶ、できた。疲れたけど嬉しい。67.48 キロ、出発10時15分で、今は、2時になってるから3時間45分ゼロ、びっくり。嬉しい。膝がちょっと疲れてる。お腹すいたビーチに座って弁当食べる。はい、嬉しい。自転車で先も飛ぶまで、そして止まりする弱点は、次の日、また70キロ走って帰らないといけない。でも夜風が南風になってるわけ。昨日は北風と戦ってやってきてるなんで、南風になってるから、今日はずっと南風と戦って帰らないといけない。頑張ろう。
えてますよ。今カレーにいる。さっき出発。ね、もう先30分前ぐらいまでは大丈夫だった。平気だったけど、今めっちゃ疲れてる。もう止まって水飲んでバナナインプットして、もうちょっとエネルギーが出るから。一応、まあ、最後まで行ける気分だけど、マジ疲れてるな。はい、頑張ろう。間に合ったよ。もう今日週末141キロ走ってきてる。で、ちょうど自分も着いたから、それが良かった。間に合わないかなと思って、風めっちゃ強くなってる、やばい。で、疲れたね。でもできた。今から弁当。ただいま、お家に無事に帰れた。合計 146.45 キロ。2日に分けて、めっちゃ疲れた。沖縄市に一時的、もう喋れないぐらい疲れてる。一時的にちょっと用事があって、奥さんのお母さんの60歳の記念写真だから洋服着替えてる。無事に、そしてその後帰ってきて、もうめっちゃ疲れてる。もう横になって倒れちゃうと思うよ。でもやってよかった、やってよかった。チャレンジとしてやってよかった。帰りの風が厳しかった。あとはサイクリングのショーツが必要だと思う。お尻がちょっと、でもやってよかった。無事に終わってよかった。はあ。